あの光る筒はそのクロノスのものだったと。にわかには信じられん話ばかりだが、この目で実際に見てきたのだ。こちらの戦争は我々が消えた後、どうやら光の筒を持った部隊も一斉に消えたようだ。新兵器のないトレクールなど我が軍の相手ではない。撃退したんだ。そうだ。そして今敵を国境から追い払うため、イーストトレクール侵攻作戦が行われようとしている。私もこれから現地へ向かうところだ。その作戦、僕も参加させてください。参加？私はもともと援軍として呼ばれていたはず。レスリアは私たちの国ですし、フィオレさんは大切な仲間ですから。わかった。友軍としてなら問題ないだろう。上には私から報告しておく。お願いします。作戦に参加するとなったら早い方がいい。早速イーストトレクールに向かおう。詳しい話は道中で。今回の作戦は隊を2つに分ける。本隊はイーストトレクール正面から進攻し、数で攻める。こちらの部隊を率いるのはダリル先生だ。でしょうね。我々主隊は西ダカーフ坑道を通り、トレクール王国領地内に潜入。イーストトレクールの敵陣に対して後方から奇襲を仕掛ける。はい。西ダカーフ坑道へはソルトビューの先の分かれ道を南西に向かえば至る。目的地までは機動性を重視し、小隊での行動を基本とする。他の主隊要員とはイーストトレクール西側で落ち合う手はずだ。我々も遅れを取らぬよう急ぎ向かうぞ。わかりました。ソルトビューを越え南西に向かえば西ダカーフ坑道だ。ごめん。ここから北東に向かえばイーストトレクールの西側だ。他の部隊とはそこで落ち合う計画になっている。隊長もフィデルさんには甘いですわね。また軍事行動に民間人を連れ込んで。弟弟子が可愛いのは分かりますけれど。多分兄弟子は僕です。だからどうしたって言うんですか、揚げ足取って。そもそもあなたたちの話を聞くために現場の到着を遅らせることなど今まではありえませんでしたわ。まったく、どうしてしまったんでしょうか隊長は。フィデルか。自分の掴んだ最新情報ではエイタロンもトレクールも同一組織の援助を受けていたようだ。なるほど。組織のトップの名は分からなかったが、将軍と呼ばれ恐れられているようだ。将軍？本当にどこかの軍の上位者なのか、単に故障なのかは不明だ。そちらで正体が分かったら教えてくれ。分かりました。
お前の剣の腕なら問題ないだろうが、油断はするな。何かあったら先生に顔向けできん。父さんは僕が死んだって悲しんだりしませんよ。先生はこの5年以前にも増して軍の仕事をこなしていらした。呪因絡みの事件が増えたからだ。呪因がどうしたんです？いや、この作戦が終われば先生と話す機会もできるだろう。一度じっくり話してみることだ。あの光る筒、原理はどうなっているの？呪因でも似たようなことできないだろうか？研究所のみんなああいうの好きだから、教えてあげたら寝る間も惜しんで研究するでしょうね。でも睡眠も重要。寝ないと十分なパフォーマンスを発揮できないし、理想は1日8時間、できるなら18時間寝ていてもいいくらい。その方がお肌のコンディションもいいわ。でもお肌のコンディションがどんなによくっても、ミキのあのピッチピチのお肌にはかなわない。若さってやっぱり武器。武器って言えば今は光る筒。あの光る筒、原理はどうなっているの？よう、本蔵氏。作戦参加は親父さんの力になりたくてってとこっすか？そうじゃありませんよ。照れなくていいっすよ。親孝行いいと思うっす。フィデル兄、おじさんは別のとこだったね。別に、父さんに会いたくて作戦に参加したわけじゃない。ふん、そうなんだ。そうだよ。全員戦闘配備。光る筒についてだが、使わせるな。使われたら気合で避けろ。性能は確かに脅威だが、数が揃わなければどうということはない。我らは戦略的に優位に立つ。そのための奇襲だ。この奇襲の成功なくして本隊の勝利はない。では各部隊、速やかに配置につけ。これより掃討のヘビ作戦を開始する。全体突撃。戦いに集中するんだ。奇襲は成功。敵の勢いに乗がる。よそ見している場合じゃないぞ。この一戦、我らの勝利が前提だ。ここは私たちの役割です。何やってんだ。敵はちょっとしかいないだろ。欲しい。あれが好きだ。これが耐えられるなら耐えてみせろ。Yeah!
俺を守れ、早くしろ。もうすぐ先生たちが来る。これまで少しでも敵の数を減らす。敵の対抗援護さん、軍人の本気、これならいけそうです。もちろん。レスリア兵の進行を確認。デルスール様、このままでは挟み撃ちにされます。今回は貸しにしといてやる。野郎ども、ずらかるぞ。約束はどうした？すまない。なんで殴らないの？だったら私が！どうして？なんでよ！この人たちを殴ったって何も解決しない。拳が痛いだけだ。これからどうするの？彼女は我々が想像していた以上にクロノスにとって重要な人物だったようです。しかしお話しした通り、我々は船を失い、リリアさんの所在も分かりません。結局何もできないのか。リリアさんの救出は我々連邦にとっても重要な案件となりました。リリア奪還は手伝ってもらえるんですね。無論だ。しかし手がかりが。あれもなくしちゃったの？船と一緒に。あれと？爆発した研究所で何かいろいろ探っていたでしょ、その時のデータ。ああ自分としたことが見落としていました。どうやら俺もだいぶ混乱していたようだ。手がかりはあるかもしれない。早速紋章研究所で入手したデータを漁ってみます。どのくらいかかる？1-2時間ください。絶対に何か見つけてください。必ず。じゃあ後でまたこの部屋に集まろう。状況が許す限り私も手伝おう。ありがとうございます。別の機関とやり取りしていた通信データが残されていました。どういうことだ？やり取りするには相手が必要だろう。なるほど。あの研究所の他に少なくともあと一つ敵の拠点が存在するということか。そこにリリアが。確信はない。しかし調べてみる価値はあると思う。新たな情報を得られる可能性もあるしな。ですが場所の特定ができていません。手があるんだろ、説明してくれ。はい。クロノスの機関技術は紋章科学だと思われます。紋章科学？私たちの世界には紋章術と呼ばれるこの星の受印術に似たものがあります。それを科学的に分析し体系化したものが紋章科学です。どうやらクロノスは我々よりはるかに進んだ紋章科学を身につけているようです。アンヌたちでも分析しきれない。残念ながら私から見れば君たちも十分万能に見えるのに。基礎になるデータベースが存在しないので我々では解析できません。それにこの星の受印術もかなり高度です。そうなの？もし仮説が正しい場合、受印術によるエネルギー波を解析しクオットスキャナーに機械学習させれば
クロノスの紋章科学ベースの装置から漏れている何らかのエネルギー波を感知できるかもしれません。フィオーレさん、あなたの持つ受印術の知識を全て提供していただけますか？同じ研究者から言われたら無言でケリの3発もお見舞いしてやるけど、リリアのためなら喜んで。ありがとうございます。私の知識で新しい世界が開けるかもしれないなんて、むしろワクワクする。ではフィオーレさんの受印の知識を記録し、その後解析と学習を行います。ですがデータの量によってはかなりの時間を要する可能性が。こればっかりは仕方ないだろう。どのくらいかかりそうなんだ？一晩もあれば。おそらくは一晩も。船があれば一瞬なのですが。そう焦るな。今日はゆっくり休んで、明日また集合しよう。